こんにちは。今日はですね、新しいマイクを使ってみました。心なしか音が良くなったような気がしないでもないですけど。今日歯磨いてる時に郵便局が来てびっくりしました。焦りましたね、ちょっと。まだね、磨き始めだったから、口ゆすいで出ようかなと思ったんだけど、口の中にですね、まだ泡を入れたままですね、応対して、ちょっと、もごもご、口の中見せないように、ちょっともごもご、印鑑くださいって言われて、うっつって、印鑑をして、書いてもらう。なんかね、歯磨いてる時とか、シャワー浴びてる時とかに、宅急便来たりとかしますよね。それで宅急便来るときは、に、どうしてもシャワーとか浴びないといけないときは、お風呂のね、ドアね、ちょっと開けとくのね。それでもね、聞こえないときあるんだよね。ピンポーンっていう音がね、聞こえないんですよ。なんかね、耳悪いんだよ、やっぱりな。もう前回耳の検査したの2年か3年ぐらい前なんで、もう一回行ってみようかな。でも耳って、あれなんですかね。良くするにはどうすればいいんですかね。やっぱ音聞かない、大きい音聞かないようにした方がいいんですよね。それはちょっとドラムの音大きいからな。困りましたね。やっぱね、音楽長くやってる人ね、みんなね、耳ちょっと悪くなる人多いかも。はい。会話がね、成り立たない。全然。言ってても、喋っても、喋られてもなんか何だか何言ってるかちょっとよくわかんないみたいな。だから特に飲み屋さんとかで、周りがガーガー鳴ってる中でね、喋るのがね、もうね、ほぼ無理ですね。こうやんないと、こうやるとね、すごい聞こえるんですよ。なんかこういう、なんちゅうんだろう。なんかファッショナブルな、集音、イヤーパッドみたいなの開発したらすごい売れるかもしれないですよ。もうすごい聞こえるもん、こうやってやったら。居酒屋とかで話するときも、こうやってやりながら話聞くとね、すごいよく聞こえるんですよ。なんか考えようかな。これ耳こう被ったらこうなってるやつね。すごい聞こえる。よく聞こえる。コミュニケーションが取れる。はい。そんな感じでしてね。今日はですね、まず1分間レッスンですね。1分間レッスンどうぞ。はい。1分間レッスンです。今日はですね、また基礎に、またというか基礎に戻りましてですね、スティックを振るというか落とすというイメージで、叩こうっていう、そういうコーナーですね。はい。じゃあタイマーで1分間いきますよ。よし、スタート。はい。皆さん。スティック振るっていうとどうしても力んでワーンって力んで振っちゃうんですけど、落とすだけ落とすこのね腕のね重さで落とすだけでも結構なね衝撃がこう落とすだけほらこっから落とすだけでもこうやって膝に落としたら分かると思うんですけど結構な衝撃あるんですよ。自分でガッてやってないのに力抜いて落とすだけでスティックもねこっからねバーンって打つのもいいんですけど、まずね、落とすだけでね、結構な音が出るぞっていうのを、やっぱり体感して、それプラス、それができるようになったら、そっから、スティックにちょっとスピードを与えるために、自分の中でピッて勢いを与えたりとか、まずこのスティック、バスドラもそうなんですけど、自分の腕の重さ、スティックと腕の重さを、素直に落とす、バスドラも、そういうのをね、やはり心がけないとですね、忘れがちなんですよね、僕もね。気をつけます。はい、1分間レッスンでした。今間違って1分間クッキングって言いそうになりましたけど、何も作ってません。はい、ありがとうございました。はい、1分間レッスンでした。クッキングじゃないですね。キューピー3分クッキング。てれれてってってって。テレレテテテテテ、リズム。あのリズム、なかなか難しいですよね、叩くのね。ド
ラックのタイミング、テララン。もしくは32分音符なのかな。テララッタ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 ン。テララッタ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 ン。16分音符か。ワン、ツー、スリー、フォー、タカタン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 。で、で、テレレッテ、あ、その後もですね。テレレッテッテッ、テレレッテッテッ、テレレッテッ、あれ、なんか微妙にためてますよね。テレレッテッテッ、テレレッテッテッ。あれ、やっぱ、装飾音符なのかな？装飾音符的なメロディーなんでしょうかね。ちょっとわかりませんけど。いや、そういう話じゃなくてね、今日何だったっけ？あ、そうだ。フィルの、一個アイディアなんですけど、あのね、僕あのレッスンの時に使ってる基本的なフィルが載ってるあるテキストがあるんですけど、その中にね、こういうのがあったのね。あ、間違った、違った。これがあったんですけどね、これね、あのちょっとね、目から鱗でした。僕やったことないですね、これ。これ一番最後のところ、まあ、途中はいいとして、とその前僕がね、ほほうと思ったのは、その最後の6連のタカタターンタカタターンが、この左左右左で演奏する。僕ね、あんまりやったことないというかね、なかったですね、僕の中で。なんか締めるときって、タンタンタン、こうやっていったり、いったり、右足足左、そういう感じで行くことが多かったんですけど、今左左右左で6連携で、こうやって行くのはね、僕のアイディアの中に なかったですね。いや、もしかしたら無意識のうちにやってる可能性はありますけど、ただね、ちょっとでびっくりしました。もうドラム何年やってんの ?16 だ、35年。もうすぐ、あと何年かで40年近くなるんですけど、まだまだね、ドラムっていうのはね、まあ、僕の勉強不足なだけかもしれませんけど、ちょっともう一回、行きますよ。とりあえずですね、200フィル。タタ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 ン。タカタタカタタカタタン。だから左から入る。あとね、アイデアとしては、左、左、右。これを左から入る。右、左、左は結構、やりますけど、左から入る。これね、盲点ですね。やっぱり左からスタートすると、そのまんま、全然今までやったことないフィルとかいっぱい出てくると思うんで、やっぱこの左からの、左、左、右。それでね、これね、16分音符に、当てはめてみたんですよ。タタ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 タ。これもね、やったことない。そういえば。これも最後の収まりがいいですね。タカタ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 タン。じゃん。今。タタタタンって右左でこう言ってますけど、あ、いいのか。あ、全然何でもないです。散々やっといて何でもないですっていうこともないんですけど、最後のこの右手スネアに持ってくると、さらに僕が最初やったみたいに、やっぱ手癖ですね、あそこは。はい、これもですね、なかなかいいなと思って、もうこう、いいなと思ってても、すぐ使う。もうすぐ使っちゃいます。レコーディングが2月にあるんですけど、どっかで使えそうな場所あったら、この左からのフィル、打ってみたいなと。でね、一回そうやって曲とか、そういう集中するとこで、ライブとかね、
で使うとね、結構ね覚えるというか入るんですよね、体にね。はい、というわけで今日も、終了でございます。ありがとうございました。